海峡とは、北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道が、青森駅函館駅間を、津軽線、海峡線、江差サ線、函館本線経由で運行していた、快速列車である。1988年3月13日の海峡線開業に伴い、青函連絡線の代替及び、津軽海峡線内の地域輸送列車として、運行を開始した、報道1。 九百九十五年から運行本数の減少が続き、津軽海峡線の開業当初にあった聖艦トンネルブームは数年で収束したこともあって、以後の利用者は年々減少傾向にあった。報道一二千二年十二月一日の東北新幹線、八の平原新開業による列車体系再編に伴い、特急、白鳥、スーパー白鳥にその役目を譲り、特急、 初つり、スーパー初つり、寝台特急、白鶴と共に廃止された、行動に、快速、海峡の廃止によって、JR における客車を使用した、定期普通列車は消滅した。廃止時点では、1日7往復が運行されており、そのうち1往復は毎日運行の季節列車、1往復は繁忙期運転の臨時列車だった。青函線と同様に、特急、 初カり、スーパー初カリと、特急、北斗、スーパー北斗との接続が行われていた。寝台特急、白鶴に接続して運行される列車もあった。青森駅か二田駅、タッピ海底駅、から、吉岡海底駅、菊名駅五両角駅、函館駅専用車両として、JR 北海道函館運転所に配置されていた、50系、51系客車を冷房化。 固定窓に改造した車両を使用し、普通車自由席のみで4両編成が基本となっていたが、多客機には最大12両まで増結されることもあった。なお、二往復には急行、浜那須の間合い運用として、JR 北海道札幌運転所配置の14、軽客車も充当され、5両編成が基本となっていた。多客機には同編成の増結車として、 函館運転所の14系客車も運用された。また、夏のモートトレイン運行時などの繁忙期には、急行、発行田の編成もそのまま、海峡83.84号として運行していた、こともあった。このほか、青函トンネルブームの頃には、車両不足が日常的に発生していたため、JR 東日本の12系客車も、定期、海峡に使用されていた。 ドラえもん海底列車仕様の快速、海峡。車体にキャラクターが描かれている、吉岡定点及び、スーパー白鳥ドラえもん海底列車も、参照1998年3月1日から、藤子、海、藤尾の漫画、アニメ、ドラえもんとのタイアップ企画が実施された。イベント期間中は、吉岡海底駅に、ドラえもん海底ワールドと名打つ同作品の、 展示スペースが設置され、同駅に停車する快速、海峡もドラえもん海底列車として運行された。ドラえもん海底列車は、客車の車体内外部にキャラクターなどが描かれたシールステッカーが貼り付けられ、2000年からは牽引する ED79 系電気機関車にもステッカーが貼り付けられた。50系重等列車4往復では、売店とフリースペースを備えた。 ドラえもんカーが連結され、ドラえもん関連のビデオも放映されていた。また、ドラえもんとのびたによる、社内放送も実施された。開業は2002年12月1日に廃止されたが、大体として、特急、白鳥、スーパー白鳥が、吉岡海底駅に停車した、報道さんほか、2003年7月19日から781、軽電車を改造した、臨時特急、 ドラえもん海底列車が運行され、報道4、ドラえもん関連のイベントは2006年8月27日まで継続して実施された、報道5、ありがとうございます。